初めて挑戦した仮装大賞で決勝に進出をした俺は優勝を勝ち取るべく一発勝負で演目を変えることに、題名エンジェルフォール披露することにした。神秘的すぎる全裸天使の衣装を身にまとい15メートルの脚立の上に立った俺は無垢な方形チンコからションベンをした。それはあたんかも。世界最大の落差を誇るエンジェルフォールに滝壺ができないことを表現するかごとく舞台上に届かず虹ができる。圧倒的な雄大さに声も出せない観客と審査員、唯一冷静な萩本欽一さんにションベンはダメだよと言われた。